妹よ。今日は戦車には乗らず、9月末から開始されている、プライムゲーミングさんとの新コラボイベント、SWATT の紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。いつものプライムゲーミングさんとのコラボイベントだね。うむ。そしたら早速目玉特典からだね。今回のプライムゲーミングさんとのコラボイベントでは、登場員さんはもらえないんだけど、代わりにミディスタイルがもらえちゃうね。このビリビリしてそうな方針の戦車さんは、今開催中の別のイベントの、ハーリア隊がモチーフになるのかな？どうやらそのようだね。その他にも、探検がかっこいいデカールが3枚、ハーリア隊のデカールが3枚、探検の勲章が1個、それとプレアカ1日分に、勝利時経験値5倍剣が5枚もらえちゃうね。いいね、お姉ちゃん。そして次に、これも恒例だけど、今回の2個選べる特典は、ティア8の12機関レンタル戦車さんとして、ロレイヌさん、クライスラーさん、中国駆逐さん、ティア7のレンタル戦車さんとして、アメリカのサソリさんだね。あと、レンタル戦車さんがいらない場合は、勝利時経験値5倍剣5枚か、ストロングコーヒーが選べるね。これも嬉しいよねお姉ちゃん。ちなみに今回のレンタル戦車さんたちの強さは、どんな感じなの？北米サーバーの直近32機関の勝率を見ると、ロレイヌさんが 47.61%、クライスラーさんが 49.16%、中国駆逐さんが 48.24%、アメリカサソリさんが 47.79% だね。ということは、勝率だけならクライスラーさんが一番強いんだね。うむ。ただ、クライスラーさんは通常弾の貫通が 198mm と近作には向かない子だから、近作目的なら通常弾の貫通が 232mm と高い、ロレイヌさんの方が優秀っぽだね。そしたらラストは、このイベントをプライムゲーミングさんで受けた時点から開始になる、ミッションをクリアするともらえる報酬に関してだね。と言ってもミッション自体は簡単というか、特別なことをする必要はなくて、ランダム戦にティア4以上の車両で参戦して、勝利時経験値10位以内に入るともらえる、SWATT トークンを集めるだけになるね。これも毎回恒例のミッションになるけど、感想には一月くらいの期間で91勝しないとだから、ちょっとハードだよね。だね。勝てない時って本当になかなか勝てなかったりするからね。でも、個人的に一番欲しい報酬である、勝利時経験値5倍剣10枚は、完走時の報酬になっちゃってるんだよね。あう。それは確かにちょっと欲しいねお姉ちゃん。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。